ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。心中不景ガチャ、2月23日19時、実装されます。で、このラインナップ見たところ、まあ、アタッカー問題ほぼ解決します。体験、やりキャラ、そこら辺ですね。あとは、まあ、勝利であったり、まあ、今後実装されてくるであろうキャラクター。それが、このガチャを引いとけば、とりあえず、武器問題は解決するのではないかなっていうような印象です。で、万が一、狼の末路、駒の杖、ここら辺が、星5ですね、取れなかった場合でも、まあ、予備として、まあ、新しい槍、剣、実装されてるんで、これでも代用できるんじゃないかなというようなところ、まあ、引いて損なしみたいな武器ガチャです。まあ、そこら辺の性能と合うキャラクターのお話していきたいと思いますので、最後の方までご視聴よろしくお願いします。でまずは狼の末路ですね。体験キャラ全員装備、かなりおすすめです。で、突すれば、まあ、精霊なく上がっていけば強くなるが、まあ、必須ではないと。ただ、上げた方がもう圧倒的に強くなります。で、会心率をね、この武器自体で漏れないので、まあ、ディルク以外のキャラクターは会心率を、まあ、生物だったり、まあ、そこら辺の、サブステータスで厳選する必要があります。ただそれができれば圧倒的な火力になりますので、ぜひ引くのを狙ってみるのはいいと思います。まあ、引いた方がいいです、これは。はい。で、こちら、新武器、長江武器の、駒の杖。これ、杖だけど槍なんですけども、これ、むちゃくちゃ強いですね。会心ダメージがね、サブ効果についていて、基礎ダメージ、基礎攻撃量値がまあ608と。まあ、星5にしては低い方なんですけども、まあ、そもそも HP の、上限の最大で 1.8、 これ精錬ランク上がってきたとしたらものすごい攻撃力値アップ、この時点でもう2万の HP だとしてももう300以上上がってくるので、例えば勝利とか、まあ、今後実装されるキャラです、 HP 依存のキャラがいれば、まあ、それをやればもう倍々で上がってくっていうところで、非常にね、火力を出すんだったらもうこの武器一択かなと、一発火力ですね。なんですが、まあ、会心率のコントロールをしなければ、結局、まあ、ダメチャレ用の武器になっちゃうのかなと思います。会心率がなければ、実戦とかで、例えば一発ダメージが当てるときに、まあ、外れてしまえば、会心ダメージ 66.2% っていうのが、もう12秒間意味なくなっちゃうんで、基本的にはダメチャレ用の武器だと。でもし汎用性を上げていくのであれば、冠のところを会心率にしてっていう感じになるんですけども、威力は若干落ち着くという感じになりますね。まあ、ダメチャレ用の人は精錬後にしてやると非常に今後、鼻高々でね、暮らせるとは思います。はい、新両手剣ですね。こちらなんですけども、まあ、強いです。精錬ランク1の状態でこれなんで、精錬ランク5になったとしたら、まあ、基礎攻撃力値は低いんですが、攻撃力パーセントの上がり幅で40までこれが上がる、で会心率も上がる。なので期待値的なものは、狼の末路の無凸の、まあ、特殊能力 30% 以下の発動する、あれが発動する前の狼の末路に匹敵、あるいは超えてくるんじゃないかなっていうくらい強い。ただヒートゲート 50% の理由としては、まあ、理由へのキャラしか当てはまらないっていうところになります。なので、まあ、理由へのキャラ、例えば4人パーティーっていうことであれば、それをこれ深淵とかにぶつけてあげたりとかすると非常に強いですね。会心率のコントロールもしなくていいので、なのでこれはかなりおすすめ。ヒートゲド、理由へキャラだったらヒートゲド 100% です。はい、じゃあ次ですね、新しい、まあ、長僧の方ですね。千眼長僧の方、こちらなんですけど、まあさっきと同じなんですけども、基礎攻撃力値が高く攻撃力のパーセント的にっていう。ただね、さっきのと比べるとなんで使うか使わないかの差が出てきてしまうかというと、まあ、比較対象するものが例えば、まあ、体験だったらね、末路とかそこら辺の武器が比較対象になってくるんですけども、まあ、これちょっと被るんですね。例えば和白炎とかであれば会心率も上がれば、攻撃力のパーセントも上がるし、まあ、そもそも、まあ、基礎攻撃力値が爆発的に高いと、末路と比べてね。なので比較対象するところがちょっと比べるやつがちょっとかぶってるし、介護感が否めないとっていうところなので、まあ無理して、まあ、理由へ縛りでやってやることはないかなと、まあいう感じですかね。
はい、じゃあ他の3つのやつですね。まあ古いというか、まあ新しくないやつですね。で、サイレンの弓のヒート輝度はまあ70%ですね。ただ、ディオナを使う場合に限りなんですけど、まあディオナは聖風と、まあサイレンどっちとも使えるんですけども、サポート系であればこのどっちかですかね。で、使うなら、まあ、ヒート輝度はまあ高い方がいいですね。100%。まあ、こちら限定ではないので、まあ、今、嫁る必要はないですけど、まあ、最低でも4嫁、3嫁ぐらいまではしといた方がいいのかなというような印象ですね。で、流浪学章、こちらのヒート輝度は50%ですね。まあ、星4の武器で、まあ、火力で戦う系とかであれば、これ使うしかないな、みたいなところはあるんですけども、まあ、基本、なんか安定はしないので、出続けで戦うっていうのがなかなか難しい。なので、まあ、星5の放棄なんか適当に手に入れたやつを使った方が安定感が出るのかなというようなところですね。まあ、嫁っとけどは、まあ、80%。まあ、これも限定じゃないのでっていう理由と、まあ、ダメチャレ用っていうイメージが、まあ、強いと。まあ、他にも使ってる方はいるんですけど、基本的には、こういう形かなと。で、会心ダメージの上がり幅が非常に高いので、まあ普通に強いっちゃ強いですね。まあこちらも、ただ基礎攻撃力値は42と。なので、まあ万が一ワンチャン天空とか、死風とか当たったとかであれば、それを使いましょうっていう感じはしますね。で、空中流銀、こちら片手剣なんですけど、ヒート輝度は50%ですね。まあ他にいい武器がないなら使っとけっていう感じで、まあ、あとはもう国政用という印象が強いので、まあ、国政さんを使わなければって感じ。まあ、今ピックアップ来てるので、まあ、前回の武器ガチャの、まあ、バンガンとか、もし手に入れることができてないのであれば、まあ、甲冑とか使っていくのがいいのかなと思います。で、こんな形で神樹父兄ガチャですね。まあ、前回というか、まあ、今、あと2日で終わってしまうこの父兄ガチャ。ここの、まあ、空中流銀とかであれば、こっちの番眼狙ってた方がいいし、まあ、槍、ゴマの槍とまで言わなくても、さっきの、新しい槍を取っていくぐらいであれば、こっちの火白炎取っていくとか、でいいとは思います。ただ、まあ、末路がね、出てくるっていうのと、まあ、限定ガチャがね、3本出てるってところで、まあ、今のガチャ引くよりは次のガチャを引いた方がいいのかな。楽しみがいっぱいあるのかなっていう印象ですね。で、火力はほとんどそれで解決してしまうような武器ガチャですんで、個人的には僕はね、引いていきたいとは思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。